支えてございます。今週のサザエさんはオープニングからおかしい。追っかけてくるサザエさんの目がマジだった。ツルツルの恩返し。偉そうなことを言っても一歩会社を出たらただのハゲ親父ですもんね。成人したワカメの一言。ブラー、ちいかごろの子供は火曜もサザエさんやってたことも知らないのか。サッカーしたっていいじゃないか、飽きたんだもの。カツオ、なぜ私の玉を狙ってる。ハリウッド版のサザエさんの様子がおかしい。サザエとワシが、ハゲとアタシが入れ替わってる。この落ちたチョコは父さんの分にしましょう。玉逃げる、まだ助かる、まだガスカル。カツオ渾身の一発ギャグ。小人図鑑が大滑りし株価が暴落した。バカモン、未熟者がザ・ワールドを使うからサザエの時を止めてしまうことになるんじゃ。おじいちゃんの重力を操る能力強いです。まだ力の制御ができていないようね。太鼓は何を教えているのかしらね。ポップコーン A は仲間を呼んだ。ポップコーン B は仲間を呼んだ。おや、ポップコーンたちの様子が。毛沢東までいるなんて想定外すぎるよ。今まで年を取らなかった反動が急に来た。大乱闘、サザエファミリーズにありがちなこと。アナゴさんがキャラクターを次々と吸収して完全体となる。追いガツオ。マゾ君は何が見たい。強いて言うなら未来ですかね。船が伊佐坂先生と不倫してることに気づいた12日の木曜日。ゲセヌ。パパは動物園入り口で一人記念写真です。毎晩バカ島がうるさくて眠れないです。メガネをかけてみたです。サザエさんのレントゲン写真。一本あたりの費用対効果が通常の人の数万倍。父さん、破片が外側にあるってことは。よせカツオ、わしらが敷地にボールを入れてしまった事実は変わらんぞ。課長である波平、その名のごとく磯野家に流れる平和な波だが、少年の計画によって荒れる血の海と化すとは全く知る由もなかった。さて、来週のサザエさんは決戦、第三新東京市。